こんにちは、南原です。皆さん、世界一の投資家として名高いウォーレン・バフェットさんをご存知ですか？もちろん皆さん名前聞いたことありますよね。僕はよく尊敬する人は誰ですかと聞かれますが、その時に尊敬するというよりもすごいと思う人の名前を挙げたりするんですね。まさにバフェットさん、すごいです。だって彼はなんと自分が始めた投資で時価総額 8.3 兆円を超える資産を築いたんですね。すごいじゃないですか。その投資は今まではほとんど米国株が中心でした。ただ2020年にですね、新型コロナによる社会の変化とともに彼の保有銘柄にも変化が現れました。どんな変化があったのか、今日は少しそれを解説しながら話していきたいと思います。もしかするとこれを見ていただければ、世界一の投資家の投資手法がほんの少しだけ理解できるかもしれません。それから僕も少し株式を始めようと思っています。バフェットさんの投資方法は、今まではコカ・コーラや生活用品の P&G など成長が期待できる身近な銘柄を割安な時に買って長期に保有する、いわばですね、ずっと持っているっていう保有方法だったんですね。今まで彼はですね、ほとんどの株を長期保有していたのが、このコロナの5月頃、バフェット氏が率いる投資会社のバークシャー・ハサウェイが保有した株をなんと130億ドルも売却したことが判明しました。中でもデルタ航空、ユナイテッド航空、アメリカン航空、つまり航空会社の株は需要回復が見込めないとして全て売却したんですね。今まで本当に永久保有銘柄としていた金融株も手放しています。アメリカの同時多発テレビはリーマンショックを受けても米国株を買い増していたバフェットが、コロナで世界は変わった、そう言ったんですね。そう、僕も思っています。本当にコロナは世界を変えたんだと。なので彼はですね、保有していたアメリカの航空会社の株を全て売却しました。その傍ら FRB、 つまり米連邦準備制度理事会の金融緩和で、当面は超低金利が続き金融業界の収益が圧迫されるとして金融株も手放しました。ただ金融株は銀行が持つ機能は維持すべきだと、なんで長期的には見放していないようです。今から金融株は少し良くなるかもしれません。バフェットが最近やったすごく注目されたこと、それはなんと日本株を買ったんですね。世界一の投資家バフェットが時代の変化を見据えてコロナだから買った株があるんです。新型ワクチンの開発でリードするファイザー、彼は買いました。メルクなどの製薬株、これも購入しました。さらにですね、面白いのが、と8月末には65億ドルをかけて日本の5大商社の株をなんと 5% 以上取得したんです。でバフェットは日本の企業の利益率は非常に低い、なので投資に適さない、そしてこれまで日本株には投資していなかったんですね。ところが今回商社株を 5% も買い集めたんです。米国外の投資先としては過去最大規模であり、今後はですね、なんと保有比率を 9.9% まで上げるという、こういう表明をしています。実際に2月15日の東京株式市場、日経平均3万円を超え30年ぶりの高値を更新していったんですね。僕はこのコロナで日本企業の業績回復が急激に見られるんじゃないかと、そういうことによって相場を支えていくと。もちろん米国がですね、経済対策すごいものを打ち出しました。バイデンがですね、2兆ドル、ちょっと金額は忘れましたけど、国家予算に匹敵するような
経済政策を打ち出したんですね。これから米国もですね、かなりの好景気になると僕も思っています。まあバフェットは片や妻にはですね、いろんな株を買うよりもアメリカの S&P500 に投資しろと、つまりあっちこっちの株を買って損した儲かったというよりは全体の時価総額に投資しろと、こんなことも言ってるんですね。これはある意味僕らでも簡単にできるかもしれません。ただ日経平均先物ですとすごいレバレッジがかかるんで、いい時はいいんですが悪い時はかなり悪いです。僕は今まで株には一切手をつけてきませんでした。つまり事業家としては、よその会社の株を買うぐらいだったら自分の会社の株に投資しろと、そういう意味で全てを自分の会社に投資してきました。ただ僕もですね、いろんな会社を売却して自分の人生が第4章になったと周りの人にこうやって言ってるんですが、その第4章からは少しだけ株をやってみようと思っています。これから少しずつ勉強してですね、こういった株の話も皆さんにお伝えできたらと思っています。例えば僕は今バイオテクノロジーの株に少し興味があります。もともとそういったことが好きなんですね。なのでそういった会社の株を買ってみようかとか、電気自動車必ず普及するのが見えてます。そうすると電池の生産量10倍になると言われています。なので電池に関係するような会社の株を買ってみようとか、もしくはですね、これはちょっと難しいかもしれませんけど、中国の企業これからさらに成長していくんじゃないかと思っているんで、中国の企業の株を買ってみようかとか、まあそんなことを考えているんですね。皆さんぜひこういったことをコメント欄にご意見くださいませんか。まあみんなでそれで勉強できれば楽しいと思っています。話は戻って、バフェットはですね、アメリカの企業の株式を多く手放したとはいえ、彼自身バークシャーの株を大量に保有して、さらにバークシャーの株を買い増しています。株主の手紙、彼がいつも書く手紙なんですが、この手紙を公開されて、コロナウイルスが続く中でも米国は負けない、自分のバークシャーに対する強い期待は揺らいでいない、まあ、こんな自信を示していてですね、バークシャーは2020年になんと3万1000人以上の人員を削減したにもかかわらず、彼は過去最高となる247億ドルの自社株買いを実施したんです。つまり相当な自信を持っていることを示しました。バフェットさんはですね、手紙の中で、投資銀行は顧客の利益より手数料に関心があるなどとおなじみのテーマで触れる一方、バークシャーが人員削減することになった最大の要因である新型コロナの流行には言及しなかったんですね。まあバフェットさんは相変わらずアップルという会社の株を長期的に保有しています。僕もアップルが大好きです。買っとけばよかったなといつも思っています。もう随分値上がりしちゃったんで、でもまだまだアップルは伸びるんじゃないか。アメリカはですね、建国以来どんな困難に直面しても全て乗り越えてきた。つまりこのコロナでも絶対に米国に逆張りするな、ネバーベットアゲンストアメリカ、こう発言しているんですね。まあ当面は厳しい見方をしつつも、ビジネスの一部に投資すべきとして残りの人生を米国株にかけると宣言していました。確かに米国はダメになったわけではないということを、ニューヨークダウが史上初の3万ドルを突破して現在の株価にも表れています。これからワクチンが始まってですね、経済が回るようになったら、昔のバブルを彷彿されるような時代が来るんじゃないかと僕は思っています。必ず歴史は繰り返しますから。今回は世界一の投資家ウォーレン・バフェットの最近の動向を少し話してみました。まとめるとですね、航空会社の株はもうやめた方がいい、日本の株はまだ注目できると、それから金融株も若干まだ余地があるんじゃないかと、アメリカの P&S こういったものもですね、一つ面白い手法じゃないかと、まあこんなことを言ってるんですが、僕はですね、やっぱり人生のこのタイミングにおいて株は面白いんじゃないかと、なのでこれからですね、少し株に力を入れていきたいと思っています。皆さんぜひいろいろコメントください。本日もご視聴ありがとうございました。